はいどうもヒロダです。今回はバイオハザード2リメイクのリオンです。どうだ。はい、で今回参考にした画像はこちらです。この画像を主にですね、ゲーム画像のも参考にしながら作りました。日本だとケツアゴって呼ばれてね、バカにされますけど、海外だとかっこいい象徴なんですよね。これはバイオハザードってシリーズによって顔が変わるんですよね。そう、現実にモデルさんになる人がいて、その人を交換するタイミングで顔が変わるみたいなんですよね。なので今回もそのモデルさんがこういう顎の形をしてたからこうなったというわけですね。まあもしね、この形が嫌だっていうんだったらば、顎の先端位置をね、下にしてみてください。化粧のところは口紅だけです。身長は178センチです。服の色結構難しいんですよね。明かりによってですね、濃くなったりですね、青が濃くなったり水色が薄くなったような色の時があってね、難しいんですよね。また評価やとか言われそうだけど、まあ銃撃つんでね、評価な。はい、以上です。明日はクリアです。皆さんご視聴ありがとうございました。